なんか原神のオンリーショップっていうのができるらしい。期間限定みたいなんだけど、秋葉原の、アニメイト秋葉原本館7階だって。俺は行くことはできんのんだけど、一応取り上げとこうかなと思いましてね。原神好きとしてはね、大事かなと思いまして。で、グッズの販売、特典の配布やスタンディをはじめとした限定展示を実施らしい。株式会社アニメイトは、原神アニメイトオンリーショップ夏を2022年5月28日から開催。今27日にこれ撮ってるから、これ収録してる段階で言うと明日だね。もうすぐなんだな。原神とは中国のゲーム会社ミホーヨが送るプレイステーション5、プレイステーション4、iOS、Android、PC 向けの新世代オープンワールド RPG。ミホーヨってもうホヨバースっていう名前になったよね。なんかまた使い分けてんのかな？多分ホヨバースになったよね。2020年、9月よりサービスが開始され、日本ゲーム大賞2021では年間作品部門にて優秀賞を受賞している話題作ですと。2020年9月に始まったんだけど、俺が始めたのは2021年の6月の終わりで、もうちょっとで始めて1年経とうかなとしょるところなんだけど、めちゃめちゃハマってるよね。とりあえず美課金税ですけどね。5月28日から7月3日までアニメイト秋葉原本館7階にて開催する原神アニメイトオンリーショップ夏では、アクリルスタンドや缶バッジなどのグッズを販売いたしますと。オンリーショップにて原神関連のキャラクターグッズを購入、予約、ご予約内金、内金、内金、1100円、括弧税込みごとに、趙雲、関羽、風太たちのイラストを使用したポストカード全12種をランダムで1枚プレゼントいたしますと。どういうこと？購入、ご予約内金ってどういうこと？前、なんかこの、手付金みたいなこと？ 違うよな。どういうこと？ 1100円ごとにだって。要は、こういうのいろいろ商品があります。で、予約するわな。で、予約するのに、とりあえず先に金払うわな。で、そのことよね、多分。で、例えば、5500円分、5500円以上の商品があったとして、じゃあ5500円以上入金、予約します。で、先に入金しました。ってなったら、趙雲、関羽、風太たちのイラストを使用したポストカード全12種をランダムで、5500円だったら、以上だったら5枚くれるってことでね。で、選べませんよと。さらに5月28日から6月12日までの期間限定で、ダイカットスタンディやタペストリー、場面写壁紙、あ ってる。あ、違う。場面写壁紙かな？ 壁紙で。場面写壁紙。写は写真の写。などを展示いたします。展示するんだ。ダイカットスタンディってなんだろう。場面写壁紙。展示ちょっと気になるね。また、アニメイト池袋本店、仙台、大宮、町田、札幌、名古屋、天王寺、三宮、福岡パルコ、大阪日本橋、横浜ビブレ、ビブレ、梅田、新宿、アニメイト通販では、5月28日から7月3日の期間中、応援店として商品の販売を行いますので、こちらもぜひチェックしてみてください。だって。広島ワイ。広島ワイ。広島ないよな。広島ワイ。北の方は仙台。大宮ってどこなんだよ。町田とかもどこかちょっとわかんない。札幌は北の方ですね。名古屋はなんとなくわかる。天王寺は大阪よね。
三宮も大阪？三宮どこだろう。福岡パルコは福岡。大阪日本橋。割と大阪多いんじゃない？梅田もそうだし。横浜ビブレ。ビブレさ、まだあるんだね。まだあるんだね。っていうか、福山にもあったんよ。で、岡山市の方にもあったんよ。なくなったからね。もうずいぶん前だけど。もう福山にビブレがあったことを覚えてる人自体が少ないんじゃない？ってか知らない人が多いんじゃない？岡山市のね、ビブレも結構良かったけどね。なんかちょっと変わった作りで岡山のビブレ。ないとも閉店してると思うけど。なんか普通の正面の入り口とは別で、なんか地下に直接入れる入り口があって、で、その地下に直接入れる入り口から入ったら、ビレッジヴァンガード直通なんよ。ビレバン直通の入り口があるっていうちょっと変わった作りだった。これ割と好きだったんだけど、岡山のもね。岡山サンキューマートもないんかな。なんか結構前にサンキューマートと岡山市の方行ったサンキューマートとビブレに行ってた。あと古着屋さんがなんか結構良さげなのがあったような気がするね。岡山駅周辺。んで、あれなんけ、あれ、洋華堂近くにあった、あれなんていうんけ、室内の遊園地のやつ。あれなんていうんけ、ちょっとまた思い出したで言うわ、ちょっと忘れた名前。なんか室内で、ちょっとした遊園地みたいな、アトラクションみたいなのがあるやつあるじゃん。ちょっとまた思い出したで言うわ。それがあった。ビブレと思い出したけど、全く関係ないけど。で、新宿は東京の方ね。で、アニメイト通販で、この応援店で商品の販売を行うらしいよ。よかったね、近くにある人は。よかったですね。で、オンリーショップ、秋葉原の方のオンリーショップは28日から7月3日。で、この応援ショップ、違う、展示期間限定での、壁紙とかダイカットスタンディとかの展示は6月12日まで。で、応援店のは、あれだね、5月28から 7月3日。っていうことだよね。そういうことだね。で、原神関連商品の販売展示、特典引き換え券配布、各個ご購入、ご予約、内金1100円、各個税込みごとに1枚。開催内容が。で、展示内容、ダイカットスタンディ、タペストリー、場面、写、壁紙、メッセージボード、特典内容、ポストカード、過去全12種、ランダム配布。特典につきましては、後日のお渡しとなります。商品購入時には特典引き換え券をお渡しいたします。秋葉原本館7階の展示は、5月28日から、6月12日までとなりますと。6月13日から7月3日の期間は応援店となり、通常の売り場での販売を行います。どういうこと？秋葉原本館7階の展示は5月28日から6月12日までやると。で、6月13日から7月3日の期間は応援店となり、通常の売り場での販売を行います。どういうこと？どういうこと？もう、じゃあ実質オンリーショップは、あれ？ 12 日までみたいなことなのかな？応援店となるの意味がちょっとわからんな。応援店ってどういうこと？通常の売り場での販売を行います。だからオンリーではなくなるっぽいよね。雰囲気的にちょっとわかんないけど。ちょっと謎の表現だな。オンリーショップ取扱商品情報。稲妻城シリーズアクリルスタンド過去3種、雷電将軍九条皿三五宮ここみ、これだね。どこまで読んだっけ。三五宮ここみ発売日2022年5月28日。後日、アニメイト通販でも取り扱いを予定しておりますと。で、まあ、慌てて買わなくても、まあ、後日、
通販で買えるのも、買えるは買えるよっていう。価格、各1650円、過去税込み。まあ、また、ちょうどいい。大きさどんくらいなんだろう。また手が届かんくはない値段設定でくるね。稲妻さんキャラね。稲妻さんキャラ。なんでこの3キャラなんだろう。なんか不思議なセレクトじゃない？九条サラを入れるかね。九条サラを入れるかね。入れるかね、これを。まあ、いいけど。いいけど。九条サラにするか。まあ、ライデン将軍と相性いいしね。三五の宮ここみか。なんかちょっとちぐはぐな感じがしちゃうな。例えば、九条サラのところに八重巫女とかだったら、ライデン将軍との関係も深い。で、三五の宮ここみとも、この前の姿の彩り祭だったっけ？で、の絡みもあるし、もともと対立関係というか、なんかあんまりこう、仲が良くない感じではあったけど、姿の彩り祭のところで、なんかもうこう、和解した雰囲気というか、なんかいいライバルというか、この本を読む者としての、の雰囲気があって、そこはなんか相性いいかなと思ったけど、で、九条サラとライデン将軍が一緒なのであれば、三五宮ここみのところは、なんかそこがちょっと逆に、なんか合わないような感じがするけど、まあ、合わなくはないわな。稲妻のキャラではあるからな。そう。なんかもっと何回か出す予定で絞ってさ、あれすればよかったのにね。例えば、三五の宮ここみはまた別枠で、三五の宮ここみ、五郎を、で、誰か、みたいな。その、誰かは分からんけど。そういう一くくりでやってほしいな。やってほしかったな。まあ、関係ないけど、俺。関係ないけどもよ。で、これがあれかな。2、シール、ハート、12だから、これがなんだっけ、ポストカード。なんだっけな。12種ランダムのやつね。ランダムのやつなんだっけ。これなんだったっけ。ちょっと今探してる。まあ、ランダム。買ったら、1100円ごとにのやつね。原神関連のキャラクターグッズをご購入の時に、イラストを使用したポストカード。全12種。ランダムで1枚。で、この12枚っていうことだね。国生さん、ゆくあきさん、超運さん、ななさん、処理先生、信玄さん、カウン、カウンさん、風太郎さん。そして、縁飛さんと、新角さんと、運金さんと、楓原和葉さんですね。このセレクトもなんかまた、あれだよね。まあなんか、その各、モンド勢は？モンド勢いなくない？リーウェイと稲妻、なんか不思議なセレクトだよね、これも。なんか、なんとも言えない。ちょっと氷系が多めな。雷キャラ一人、風一人、水一人、岩二人、炎三人、氷四人。なんか不思議な組み合わせだな。これ一緒か。原神。まあ、枠切りスタンド良さそうだね。なんかこの前さ、キャストゲーム部だったっけ？なんか公式、原神の公式 YouTube の生放送のさ、やつで、なんか声優さんが原神やるみたいなやつあったじゃん。あれの背景のところに、
なんかいっぱいこう原神関連のぬいぐるみとかいろいろ置いてある中で、多分このアクリルスタンドあったような気がするんよ。なんかちゃんと見てないけど、あ、こういうのもあるんだと思ったような気がする。多分あともおかしくないよね。3種類だったかな、うん、これはでもなんか良さそうだね。ただ大きさ書いてないから1650円だったらどんくらいなんだろうね。そんなに大きくなさそうな印象ではあるよね。うん、全くわかんないけど。でもまあこれ系は結構いいんじゃない？なんかお手軽だし、なんか飾りやすい。そもそも立ててあるものだと思うから、うん、飾りやすいし、そうね、まあ落としたりしたら壊れそうだけど、根元のところがね、バキッといきそうだけど。まあこういうのがあるらしいです。ちょっとこれは伝えておこうと思って。7月3日までだから、夏休みよりも前に終わるんだね。まあ今のご時世あれなんかな。あんまりこう、夏休みとかにさ、逆に人が来すぎたらそれはそれで問題になるみたいなのもあるんかもしれないね。まあ世間的に原神がどれくらいの知名度なんか俺はちょっとよくわかってないけど、ただ原神勢って、結構思い入れを持ってプレイしてる人が多いと思うから、なんかこういうグッズとかさ、まあ、この前の原神ウェハースとかもそうだけど、なんかやっぱ気になってちょっと欲しいなみたいな。でしかも割と低価格帯、1650円だったら天空気候くらいな天空気候よりちょい高いか、天空気候と空月の祝福を足したくらい、足したくらいかより、ちょっと安いくらいかの感じよね、うん、ちょうど手が届きやすいような。でしかもこれどうなんだろう、このアクリルスタンド、ん、ちょっとシステムがあまりよく分かってないけど、ご予約、これを買うと、これを、これ1650円じゃん。これも予約できるんかな。予約できるんだったら予約の1100円以上のやつだからポストカード1枚もらえるってことなのかな。ちょっとその辺については書いてないからよくわかんないけど、予約ってどういうことなんだろうねよくよく考えたらオンリーショップを、まあ、やるわけでしょ。アニメート秋葉原本館7階でやりますっていう内容じゃん。予約ってどういうことなんだろうね。この時は販売はしないってことなのかな。で、後で受け取るってことなのかな。予約がわからんよね。その場で買って、1100円ごとに、ポストカードをあげますよ、だったらわかるじゃん。予約がよくわかんないね。販売して、あ、でもご購、原神関連のキャラクターグッズをご購入で、なんていう、あの、点、丸、点、ご購入、ご予約、チキン1100円ごとにだから、購入でもあげるし、予約するときにもあげますよっていう意味か。だからどっち、だからその場で買うのも多分対応してんのかな。ご購入、点、ご予約、チキン、点、あれね、丸、中央に丸ね、中央に丸、あ、中央に丸で、中央に点。だからご購入およびみたいなことよね。ご購入およびご予約チキンってことよね。だけど、まあ、その場でのも、その、このオンリーショップに行って、購入したのも含まれると思うけど、まあ、その辺は一応確認してみて。責任取れんから、俺。一応ご購入、ご予約チキンって書いてあるから、うん、大丈夫だと思うけど一応確認してそこは念のためな。対応してなかったら悲しいじゃん。念のため確認して、そこは行く人は、関係者は、関係ある人は。ポストカードもでもこういうの集めたくなるだろうね。まあでもあれだね、どうせ絶対あれに出るよ、メルカリに12種、全部あります言うてでも全部集めようと思ったら普通に
12だから1万2000円プラス消費税分以上買わないと本来手に入らないもんだから、あれだよね、若干5000円とかでも12種全部揃ってたら買う人おるだろうね多分。ポストカード、まあそんなに欲しいかって言われたらあれだけど、5000円出してまでは買わないような気はするけど、まあガチで欲しい人はやるだろうねと思うね。まあそんな感じのようです。あとバージョン 2.7 が27日だから28、29、28、29、30、30、4日後か。まあこれを楽しみに待ちましょう。じゃこの辺で終わろうかな。チャンネル登録、高評価、まだの方はぜひよろしくお願いします。で、原神ウェハース2の箱の開封してる動画もあるんで、それ見てない方はまたぜひ、その箱ごとプレゼントしてもらったから、ありがたく受け取り、開けさせてもらいましたので、はい、じゃあ終わります。ありがとう、終わります。